悲鳴赤縦派族は、縦派蝶か赤縦派族に属するア族の一つである。色鮮やかな蝶の一グループであり、英語では一般的にペインテッドレディースと呼ばれている。世界中ほぼ全域でよく知られているグループである。悲鳴赤縦派族には以下が含まれる。悲鳴赤縦派は、主に深大大色地に黒の反転模様をした羽を有し、前肢の角の部分が黒地に、 白の反転になっていることによって識別される大きな蝶である。前肢の先端の黒い部分には5つの白い反転があるが、大色の部分はまだらに薄くなっていて、はっきりした白い反転は確認できない。講子には表側および裏側の円近くに4つの小さな目玉模様がある。表側の模様は黒であるが、夏になると小さな青い銅鉱のような模様を持つ、 個体も存在する。バージニア姫赤縦派は、講子の裏側の大きな二つの目玉模様により、最も容易に識別することができる。バージニア姫赤縦派はまた、前肢の裏側、先端近くのピンク色をした部分に白い斑点があり、また、しばしば表側のオレンジ色をした部分により、小さくはっきりした白い斑点がある。信頼性が少し下がる指標としては、 甲子の表側の円近くにある目玉模様の列がある。バージニア姫赤縦派にはしばしば外側に青い瞳孔を有する二つの大きな目玉模様がある。前紙の黒色の先端には4から5個の白い斑点があり、通常最も大きな斑点は白みがかった大色をしている。ドリボシ姫赤縦派は羽の裏側にはっきりした目玉模様を持たない。 表側にもバージニア姫赤縦派に見受けられるような羽の先端近くの橙色部分の白い斑点はなく、また橙色はより鮮やかである。ルリボシ姫赤縦派の前肢には先端付近に完全な橙色をした帯があり、最先端も完全に橙色になっている。ルリボシ姫赤縦派の格子の円近くにある目玉模様には 三つまたは四つの青い銅孔のような模様があるという特徴がある。ルリボシ姫赤縦ハの羽にある銅孔のような模様の内、内側の二つは比較的大きい。オーストラリア姫赤縦ハは姫赤縦ハに非常によく似ている。羽の裏側にある四つの目玉模様は姫赤縦ハに比べはっきりせず、講子の表側の目玉模様には常に最低三つの 青い瞳孔のような模様がある。幼虫は主に、海在庫で見つけることができる。姫赤縦ハー族の腸の寿命は2週間から4週間である。これらの腸は、完全変態を行い、変態については、X 線、マイクロトモグラフィーを用いた研究が近似行われた。ありがとうございます。